尖閣諸島監視任務で、今現在も長時間の任務にも耐える P3C 哨戒機。今回、この P3C 哨戒機を恐れる中国を詳しく見ていきます。性能は何も偵察活動だけではなかった。海上自衛隊では、艦艇だけを使う組織というわけではなく、航空機も保有し、運用している。運用する機体には、固定翼機と回転翼機というものがあり、両方合わせて約175機も保有しているのだ。海上自衛隊は、船やヘリコプターだけでなく、飛行機も多用する組織である。その中でも、固定翼機と呼ばれるものも、代償様々なものがあるが、今回注目するのは P3C 哨戒機だ。パトロール中の P3C 操縦室内では、不審な船舶などを発見すれば降下し、詳しく観察する。何か不当な行為があれば、必要な措置をとる。P3C 哨戒機の日常的なパトロールがあるからこそ日本領海の安全は保たれているのだ。アメリカのロッキード社、現ロッキードマーチン社が P3C 哨戒機を開発した。ターボプロップエンジン4発を積んで飛ぶように設計してある。実は、初飛行1958年と時代は古く、ロッキード社の旅客機、L188 エレクトラという機体をベースに改良して作られた。もともと、旅客機ということもあり、機内は広く、哨戒機にとって多数の座席は、不要だから取り外してあり、スペースには余裕がある機内となっている。その代わり哨戒任務に必要な機器類や、その他の装備品なども多数、搭載できるというわけだ。海上自衛隊が公表している P3C 哨戒機の所限は、速力、最大395kt機体、全幅 30.4m、全長 35.6m、全高 10.3m 離陸重量、約56トン。発動機 T56IHI-14 ターボプロップエンジン、4910馬力 ×4 機乗員、11名。となっている。哨戒機にとって、機内が広いというのは好都合なことである。哨戒飛行というのは、つまり、海上をパトロールするための、フライトであるため、その飛行時間は長くなるというのが常だ。パイロットや各種オペレーター、整備員などで構成されるチームは、大所帯であるため、機内の広さは、彼らにとって少しでもストレスを、軽減する場でもないといけない。休憩時間にはちょっとした憩いの場があり、そこで食事も取れるようになっている。このようなメリハリのある機内環境は、1回のフライトが長時間になってしまう哨戒機搭乗員にとっては最大のメリットである。飛行中は、コックピットからフライトエンジニア、機上整備員が防振機能付きの双眼鏡で洋上を監視している。機械だけに頼ることなく、肉眼での観察、確認作業というダブルチェックをすることは、哨戒任務として大変重要なことだ。P3C 哨戒機に乗ると、汎用スペースにある座席とテーブルを取材陣の待機所として使わせてもらうことができる。取材陣は使用しない。
撮影機材などをスペースに置いて、必要なカメラを持って機内を移動、操縦室側から見える景色を撮影したり、外部観察用の窓から撮影したりする。哨戒機内は身を縮めることなく普通に歩行移動ができるというのも、旅客機をベースにして作られたメリットを感じる。偵察前に機上部機員が潜水艦を音波で探知するソノブイという装置を投下機へ装填する。哨戒任務で長時間飛行をする際は、予備も含め数十本のソノブイが用意されるということを聞いた。哨戒機として世界各国で使用される P3C は、その使い勝手の良さからベストセラー機に選ばれている。また哨戒任務のみならず、輸送任務や救難任務、各種の地上観測機として潜在的な汎用性が広がり、様々な業務に使われるようになった。たくさんの派生タイプも生み出され、総合的に長期現役を続けることができる機体である。海上自衛隊は P3C 哨戒機を1978年より調達を開始しており、1983年以降は川崎重工がライセンス生産を行うようになった。本機の哨戒主務は、第一に上空からの海上パトロールであり、洋上を監視し、日本領海に近づこうとする不明潜水艦の探知や相手の分析、機雷や爆弾を使った攻撃まで行うことである。前途した投下式ソノブイによる潜水艦の探知の他にも搭載した空対艦ミサイルや魚雷、対潜水艦用爆弾などを必要とする状況に投射する攻撃手段を持っている。那覇基地に駐屯する海上自衛隊第5航空群は P3C 哨戒機による尖閣諸島のパトロールを毎日欠かさずやっている。日中は領海の中間線付近なども含めて東シナ海の警戒と保安任務を遂行しなければならない。海上自衛隊保有 P3C 哨戒機の派生タイプとして、電子戦データ収集機 EP3、画像情報収集機 OP3C、電子戦訓練支援機 UP3D、試験評価機の UP3C という4つのモデルがある。それぞれの特性に応じた汎用性や拡張性の高さが多くの派生タイプを生み出しているというわけだ。すでに40数年間も運用されている。B3C 哨戒機は全体的に老朽化しているというのが現状だ。機能を維持することや整備するだけでも手間がかかるようになってきているため、不要決定を下されるのも時間の問題かもしれない。洋上飛行をしなければならない哨戒機であるため、フライトするたびに海水の塩を振りかけられているようなものだから仕方ない。基地に帰投後は、専用設備のシャワーで機体洗浄を毎回行われている。もともと、機体の防錆処理などは完璧に行っているのだが、経年劣化は徐々に来るものであり、最終的にはガタが来るというものだ。整備規則で決められた使用年数が経てば退役しなければならない。 P3C 哨戒機の後継機にあたる4発ジェットエンジンの国産機 B1 哨戒機は開発が遅れていて、現場部隊への配備や隊員の配属にも影響が出ている。
防衛省は B3C 哨戒機の機体に延命措置を施し、時期未定で現行の哨戒飛行任務に就任させ、B1 哨戒機の配備数を増やしながら、順次交代させようという決断を下したようだ。B3C 哨戒機の4発のターボプロップエンジンが放つ独特の低い排気音に、魅力を感じるプロペラ機ファンならば、退役するまで、できるだけ生の姿と、音に接する機会を持ちたいだろう。海上自衛隊が公表している B1C 哨戒機の所言は、速力、巡航、450キロトン機体、全幅 35.4M、全長 38M、全高 12.1M 離陸重量、約80トン発動機、F7IHI-10、5400kg×4 機乗員、11名。となっており、乗員数以外は、すべて P3C を上回っている。また、2020年3月末時点の P1C 哨戒機保有数は24機であり、最大70機以上を目標にしている。現在は鹿屋基地や厚木航空基地に配備されているが、これから他の基地への配備もされていく予定である。